FM21 では皆様に喜んでいただける番組制作に努力を続けています。どうぞご意見ご希望ご感想などがございましたら、いつでもお気軽に FM21 の電話 876-0021 またはファックスナンバー 877-1118 にご連絡ください。お待ちしています。 FM21 の周波数は 76.8MHz 浦添市前田丸産業ビル7階スタジオからお送りしています。今日もFM21 の放送を聞いてくださってありがとうございます。はい、皆様こんばんは、本日もやってまいりましたワンヌウムイのお時間でございます。本日は4月14日木曜日の放送になります。この番組はすべての子どもたちに笑顔を届けたい、子どもに笑顔を送る会ありがとう、日本の未来を創造する SNS フリージャパン、浦添市くすくま通りにあります特定非営利法人テダコ、お菓子のクッキング部門テダコ、タクシーのパーツとデジタル無線のことならすべてお任せの沖縄タクシーマートの応援でお送りします。また YouTube チャンネルチャンネルボギー様のご支援でお送りしております。さて、普段はですね、ボギーテドコンさんが、この番組のメインのパーソナリティを務めておるんですけども、まあ、今日ちょっと休養でですね、収録日にちょっと都合がつかないということで、まあ、急遽私、タカがですね、メインを務めさせていただきます。そして、いつも通り、アシスタントには、マンゴー仮面こと、HK ゴソルユリット仮面さんです。こんばんは。ちょっとそのニックネームちょっと却下でお願いします。でも定着しつつあるよね。却下マンで、はい、お願いします。まあ却下マンも、却下マンといえば ある集会ですね、私参加者から、却下マンさんどこですかっていうふうに聞かれてるんですけども、好きなように呼んでやってください。それでは本日も50分間よろしくお願いします。お願いします。はい、皆様改めまして、こんばんは。まあ、本日ですね、急遽、メインパーソナリティを務めております、タカでございます。まあ、私、7月15日ということでですね、今から5年前の、4月14日と4月16日に、熊本県の方で震度7、最大震度7の地震が発生いたしました。まあ、5年前のですね、4月14日になりますと、まあ、当時まだこのワンヌームイ、生放送で、木曜日の夜10時から生放送でお送りしておりまして、で、最初14日に大地震が起きた時には、9時、その生放送開始直前の、まあ、9時40分頃ということでですね、地震の状況をちょっと気にしながら、まあ、放送していたのを覚えております。まあ、熊本大震災から今年で5年、で東日本大震災からですね、まあ、今年で10年ということで、まあ、今年はちょっと大きな震災からの節目の年ということでですね、普段よりは例年よりはこの自然災害についての意識高まっているのではないかなというふうに思いますけども、まあ、沖縄県内、見てみますと、まあ、本当にちょっと5年前の震災ですとか、あと10年前の東日本大震災のことについてはですね、普段意識している人っていうのはそんなにないんじゃないかなというふうに思います。まあ、なぜ冒頭この話をしたかと言いますと、まあ、ちょうど熊本大震災から5年ということもありましたけども、実は熊本大震災が起きた年の大晦日から2泊3日で熊本県内に行っていたんですね。で、熊本県内レンタカーで回っておりまして、まあ、そのレンタカーの中では地元のラジオ番組を流しながら走っていたんですけども、まあ、その中でのパーソナリティの方が熊本大震災のことは熊本県内では、まあ、毎日のように報道されているけれども、まあ、県外ではどのように報道されているのでしょうかというふうに、まあ、神妙な口調で語っておりました。私の神妙な口調がですね、まあ、今でもちょっと印象に残っておりまして、熊本のことをずっと気にかけていたんですけども、この間先日私熊本に知り合いがおりまして、今熊本の復興状況はどうですかっていうふうに聞いてみましたところ、まあ、熊本の市街ですとか、あと熊本大震災で大きな被害を受けた隣の益城町につきましては復興が進んでいて、
あの倒れた家屋が残っていたりですとか、あと電柱とか道路標識が倒れていたのはもう撤去されているということで、まあ、復興も着々と進んでいるんだなというふうに思いました。ところが、まあ、熊本県内、見てみますと、まだ熊本県護国神社の方が復興の最中、復興の途上ということで、私非常に胸を痛めております。まあ、5年前熊本行った時、その熊本県護国神社の方も回ってきたんですけども、石灯籠が倒れていたりですとか、あと本殿に亀裂が入っていたりですとか、まあ、狛犬がちょっと倒れたままになっていたりですとか、まあ、そういったところもありました。まあ、熊本県護国神社といいますと、先の大戦で命を懸けて日本を守ってくださって、それで賛辞された、まあ、英霊の方が眠っている神社でございますので、まあ、こういった状況は先人たちに非常に申し訳ないということもありますので、まあ、一日も早い復興が望まれます。で、この熊本県護国神社の復興なんですけども、熊本県護国神社ご自身がですね、義援金を募って、それで、熊本県護国神社の復興の、まあ、資金を得ているんですけども、熊本県護国神社の復興には8000万円必要なんですけども、まだその半分の4000万円くらいしか集まってないんですね。まあ、そうなりますと、まだ4000万円熊本県護国神社だけで集めるということになりますと、まあ、かなり厳しいなということもありますので、私はこれは行政が積極的にですね、財政支援をして熊本県護国神社の復興を急ぐべきではないかなというふうに思います。まあ、こういうことを言いますと必ず政教分離違反だというふうに言ってくる人たちいるんですけども、私これ熊本県護国神社の復興に、行政が力を貸すということは、政教分離には当たらないというふうに思います。まあ、政教分離と言いますと、まあ、行政や国や政府が特定の宗教に肩入れしないということではあるんですけども、熊本県護国神社には、まあ、宗派に問わず、まあ、信じていた聖殿信じていた宗教問わずですね、英霊が眠っております。まあ、その中にはイスラム教徒は言ったかどうか分かりませんけども、キリスト教を信じていた方ですとか、あと仏教を信じていた方、まあ、その他の宗教を信じていた方々ですね、まあ、それに関係なく眠っている、祀られているわけですから、まあ、私はこれ、熊本県護国神社の復興に、まあ、行政が手を貸すということは、政教分離に当たらない。むしろこの行政がですね、積極的に関与して一日も早い熊本県護国神社の復興を進めていくべきではないかなというふうに思いますが、マンゴー仮面さんいかが思いますか？そうだと思います。なるべく早めにやった方がいいのかなというふうに思いますね。はい、なるべくですか。まあこれ沖縄県も決して一言ではなくて、まあ、例えば沖縄県護国神社の方でも自然災害を受けて、ですね、何か沖縄県護国神社内に、まあ、被害が出た時に、まあ、同じように政教分離違反だということでですね、まあ、行政が復興に手を貸せないというそういった状況になってきますと、やはり私沖縄県民の一人としても心細く思いますし、何としてもですね、まあ、こういった護国神社復興に対して行政が力を貸すということを、それに対して政教分離違反だというそういった詭弁はですね、やめていただきたいなというふうに思います。まあ、特に特定の宗教に肩入れしてるってわけじゃないですし、もう亡くなった方を亡くなった方の慰霊のためにっていうことで、そういう目的である施設ですからね。そうですね、はい、諸外国では例えばアメリカではアーリントン国立墓地については、この先の大戦で亡くなられたアメリカ兵の方を祀っているんですけども、そうですね、はい、その墓地国立ですよ、国の資金で運営されているわけですから。そうですね、まあ、アメリカでは民主党だったり共和党だったりが、まあ、政権交代で何度か政権運営やってますけれども、どちらにしろちゃんと運営してますからね。まあ、そうですね、まあ、こういったもし護国神社の復興に行政が力を貸すということが政教分離違反というのであれば、アメリカのアーリント国立墓地についてなぜ政教分離違反だというふうに言わないのか、かなり不思議に思いますけどね。はい、ではちょっとここでですね、メールが届いております。福岡県よりこんばんは、中佐です。ボギーさん、タカさん、そして最近スマホ会社から CM 待ちと噂の HK マンゴー仮面さん、こんばんは。今日も相変わらず収録中にスマホをいじってるんでしょうか。
さて、コロナ対策よりも半吉に勤しんでいるとしか思えない沖縄行政ですが、南部の土砂利用についてはもう何度も番組で指摘されております通り、今まで、沖縄の埋め立てであちこち利用されていた時には何も問題なかったにもかかわらず、辺野古が関わると反対になるという不思議です。私としましたら、先日の浦添市長選挙で話題になりました浦添西海岸の埋め立て問題から県民の目をそらすためのようにしか思えてなりません。皆様はどのようにお考えでしょうか。追伸、沖縄に限らずですが、まだコロナの流行も続いております。皆様健康に気をつけていただけましたらと存じます。特に HK さんはヒュー服なんて着てられるかと全裸に頻繁になるとならない、ならない、ありますので却下、風邪などひかれませんよ。以上中佐でしたという。相変わらずこういったネタ中佐好きですね。そして、この方からも来ております。天気を変えるボギーさん、発狂家コギーさん、私が発狂家ですか。そして、あの却下は俺の登録商標、HK 俺は令和の却下マンさん、こんばんは。先週は令和の却下マンさんにメールごと却下された関東のオフィスです。あ、すいません、あの先週のメールはあの番外編で読んでおりますので、まあ、YouTube にのチャンネルボギーにアップされております。あの、ツイキャス版からの聞いてください。このメールは4月11日13時半頃に書いております。最近オンラインサロンというのを覗いてみました。隙間時間に副業、寝る前に数分間稼げる、たった数分ちょっと1ヶ月で、10万円の副収入。最近の動画サイトや SNS をよく見かける広告ですが、そこでお試しの100円というのがあったので話のネタに人柱になってみました。すごいですね。ネット売り上げを伸ばすというコンセプトでしたが、提供された内容は大した内容ではありませんでした。しかし追加料金100円で、月額5000円のオンラインサロンを1ヶ月お試し受講できるとありました。そこでも100円ならとお試し入会してみましたが、そこには数々のセミナー動画が多数ありました。しかしどの動画も抽象的な内容で、令和の却下マンさんでも俺だって知ってるよと動画を却下する内容でありました。ところが、まあ、これ以上先はさらに月額約8000円で、あなたもさらに集客率アップと追加のオンラインセミナーを紹介してきました。私は思いました。安価で誘って、徐々に値段を上げて、中途半端な知識でもう後戻りできなくなった精神状態に追い込んで、ぼったくり料金のオンラインサロンへ誘導しても、それすら気づかないように、絞り取るシステムであったこと。コロナ禍で、なりわいすらいつクビになってもおかしくない時代。心の不安につけ込まれると自分の不安定な意思で申し込んでしまう上、これなら高額請求してもそれすら紙、ペーパーの紙が、ゴッドの紙に思えてしまうのでしょう。私は深い闇を知ってしまいました。結局200円で私は即日解約しましたが、騙されている人もいると思いますと心が痛みます。皆さんはどのようにお考えでしょうか。リクエストは偉大なる HK 俺は令和の却下マンさんの怪しいオンラインサウロンの講座でお願いいたします。公共の電波に乗せてご自身のサウロンを熱く語ってください。サロンではなくサウロンです、お間違いなく。なお却下の場合はサウロンっていうのがそもそも分かんないですね。まだメール読んで途中なんですけどね。なお却下の場合は HK 俺は令和の却下マンさんの却下論を小論風に進歩的な感じで述べてくださいという、進歩的な感じとかサロンとか何ですかそれ。すいません、ちょっとわからないので、あの述べることを辞退させていただきます。却下の次は辞退ですか。もうなんかちょっとあのすいません、もういつになく番組はちょっとぐたぐたになっちまって申し訳ないんですけど、あのもうちょっと どう反応していいか私自身もちょっと分からなくなってしまいまして、まあとにかくこういった風にですね、あの不安になっている人の心理につけ込むというのは、まあ、私あの許されざる行為ではないかなというふうに思います。まあ沖縄県でも、まあ、この放送収録しておりますのが4月11日の日曜日で、あのその翌日からいわゆるあのマンボウというのがあの始まるんですけども、まあ、この放送が流れていることにそのマンボウの真っ只中で、飲食店の営業時間はあの午後8時までという。わお、午後8時って言ったら、まあ普通コロナさえなければもう最も書き入れ時の
時間帯なんですけどね。まあそうですね、まあ、例えばちょっと仕事で遅くなった時にですね、まあ、どっかで夕食を仕事帰りに食べようと思ってもちょっと店が閉まっていて、まあ、それができないということもありますし、であとこうなってくると、まあ、その飲食店で食事ができないからといって、スーパーとかコンビニとかで惣菜買う人が増えてくると思うんですけども、まあ、時間がさらに遅くなってしまった場合は、まあ、そういった惣菜も買えなくなるという。遅くなった場合はもうコンビニになりますし、まあコンビニって言ってももうやっぱり考えてることは同じで、コンビニ行ってもそのまとまった量のあるものが買えるかどうかわからないっていうこともありますしね。まあ本当にこういったことになりますと我々の生活というのもさらに不自由になってしまって、で私懸念しているのが、まあ、こういったふうに時短営業してしまいますと営業時間中の混雑がさらにひどくなってしまうという、はい、まあ、そういったことも懸念しておりんですね。例えば、ね、はい、昼間の時間帯に、まあ、客がどっと押し寄せて、まあ、それで店内がちょっと密になってしまうということも考えられますし、はい、まあ、本当に実際、こういったところでですね、まあ、飲食店ではないんですけども、あるお店では、この時短営業した途端、営業時間内の混雑がひどくなったっていうところも、実際あるようですし、はい、まあ、こういったことを、まあ、本当に、何か感染者数が増えてくるとですね、まあ、こういった時短営業ですとか、自粛ですとか、まあ、そういったことしか行政ができないのかなというふうに思いますね。まあ、時短営業をですね、行っていくなら、ちゃんと保証金も保証していくべきではあるんですけども、今回、なんか4万円から10万円というふうに幅を広げたそうなんですけども、こういったところでですね、まあ、時短営業を強いられて、苦しむのは何も飲食業だけではなくて、まあ、その飲食業に、まあ、食品を卸しですとか、あと配送業者、あと取引先、さまざまな取引先も苦しむということになるんですけども、まあ、そういったところには保証というのはなされないという。そうですね、まあ、夜って言ったら、まあ、飲食店も居酒屋も書き入れ時なんですけど、お客さんってやっぱり車持たない人ってタクシーとか、あるいは酒飲む人が代行使ったりとかってするじゃないですか。まあ、那覇とかの飲食店だとそこから帰るときタクシー使うとか代行使うとか、そういう人が結構いると思うんですけど、その交通タクシーとか代行の業者とかも結構夜勤はすごい厳しい状態だなっていうふうに考えられますね。まあ、その夜勤の途中に何か、まあ、お腹が空いて食べたいっていう時でもですね、もうコンビニとかではもう惣菜等が売り切れていて、はい、まあ、何も買えないっていうことになりますとさらに厳しくなりますし、そうですね、もう本当にこういったふうにですね、まあ、行政、特に沖縄県政はですね、まあ、県民の生活をちゃんと考えているのかなという、まあ、はい、そういった印象も受けてしまいます。はい、まあ、こういったことになりますと、このいわゆるマンボウがですね、沖縄で適用されるのは5月5日まで、という形になるんですけども、うん、5月5日までとなりますと、まあ、ゴールデンウィークも中に入っちゃいますよね。ですね、まあ、そうなりますと沖縄に帰省したいというふうに思っていても、まあ、ちょっと帰省をキャンセルしたいですとか、まあ、そういったことも考えられますし、まあ、こういったところもですね、まあ、しっかり手当てしていかなければならないのかなというふうに思います。まあ、このマンボウ、まん延防止策につきましてのゴールデンウィークも挟むこともありまして、まあ、ちょっとゴールデンウィーク帰省をしたいですとか旅行を計画していた方がですね、まあ、計画を取りやめるということになりますと、まあ、旅行業者にも大きな打撃を与えてしまいますし、まあ、沖縄の産業の一つあります観光業にも、まあ、非常に打撃を与えてしまいます。やはりまあ、安藤博衆議院議員がおっしゃっているように、もう粗利保証、まあ、昨年の分のですね、財務諸表から財務諸表からの粗利を割り出してですね、まあ、その粗利分を保証するという、まあ、粗利保証というのは売上から原材料費を引いた分が粗利益というんですけども、まあ、それをしっかり保証するというものになります。まあ、こういったところもですね、もっともっと まあ、沖縄県政特に玉城デニー知事はですね、何も半吉ですとかマンボウをやってくださいっていうような要求だけではなくて、粗利保証をやってくださいという、まあ、そういった要求もすればちょっとは見直すんですけどね。うん、
まあ、それもちょっと、まあ、今の玉木建設では望むべくもないのかなというふうに思ってしまいます。まあ、こういったことになりますとですね、まあ、街がどん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 ちょっと、まあ、元気がなくなってしまうというところではあるんですけども、コロナ、武漢ウイルスがですね、流行が収まった後には、まあ、街は活気を取り戻してくれて、で、自分たちの住んでいる街が好きだというような人がですね、もっともっと増えてくることを願いまして、まあ、この曲をおかけいたします。森高千里さんのナンバーからお送りいたします、この街。はい、まあ、番組後半はですね、まあ、ちょっと4月に入って2週間が経ったということで、それに、まあ、ちょっとふさわしいと言いますか、4月といえばですね、新年度の始まりということで、まあ、学校ですとか会社でも、まあ、新年度が始まって新入社員、まあ、新入生ですとか新入社員が入ってくるという、まあ、そういった時期でございます。まあ、このご時世ですね、まあ、武漢ウイルスの影響も受けまして、まあ、入社式を取りやめたりですとか、そういった会社も少なからずあるようではあるんですけども、やはり4月ともなればですね、まあ、多くの会社では新入社員を迎えるっていう、そういったところも多いのではないでしょう、多いのではないかなというふうに思います。で、この新入社員の件につきまして、こちら、まあ、パワハラ防止法というのがあります。まあ、これ、パワハラ防止法というのは何も新入社員に限ったことではないんですけども、特に4月に入って2週間ということで、会社に徐々になりつつあるのかなというふうに思うんですけども、やはり新入社員の心配事の一つには、パワハラする人がいないかどうか、会社内にパワハラしたりする人がいないかどうか、まあ、これもちょっと一つ心配事ではないかなというふうに思います。まあ、このパワハラ防止法というのは、実はもう施行がされておるものでありまして、2020年、去年の6月1日から、大企業の場合では施行されております。そして中小企業の場合は、来年3月31日までは、努力義務期間ということで、まあ、猶予期間みたいなものですね、まあ、そういった期間になっておりまして、正式に施行されるのは、来年4月1日からという、そういったことになっております。まあ、こういったことになりますとですね、じゃあ中小企業はこのパワハラ防止法の適用を受けないのかという、全く受けないのかというと、まあ、結局そうではなくて、まあ、努力期間ということで、まあ、場合によってはもしこのパワハラ防止法に違反した場合、中小企業でもパワハラ防止法に違反した場合は、まあ、罰則が適用さ、勧告ですとか企業に対して助言や指導、そういった勧告が行われる場合もあるということでございます。まあ、このパワハラ防止法につきましてはですね、ソムリエというサイトに詳しく出ておりまして、まあ、後ほどちょっとワンヌームイのFacebook ページにリンク貼っておきたいと思うんですけども、まあ、そこから見ることができます。で、そこに書かれていることを一部紹介いたしますと、まあ、パワハラ、法で定められたパワハラにはですね、まあ、6類型があります。パワハラ防止法では、下記の6類型の行為を代表的なパワハラ行為として定めております。ただし、この6類型だけがパワハラに当たるわけではございません。この他にもパワハラと判断される行為があることを忘れないようにしましょうという、まあ、そういったことが書かれております。では、どういった行為が該当するかと言いますと、身体的な攻撃や、暴行、傷害などという形で書かれております。具体例を申し上げますと、殴打や足蹴りをする、髪を引っ張る、物を投げつけるという行為が当たります。そして2類型目は、精神的な攻撃、脅迫や名誉毀損、侮辱、ひどい暴言などというふうにあります。で、具体例としましては、相手の人格を否定するような言動、侮辱的な言動、業務の遂行に関する内容を長時間にわたり必要以上に激しく叱責するという行動、他人のいるところで威圧的な叱責を行う、本人以外の人間が見ることができるメールなどで罵倒が挙げられます。そして3類型目は、人間関係からの切り離し、隔離や仲間外し、無視などとあります。まあ、具体的な例が、意に沿わない労働者を仕事から外し、長時間別室で隔離する、自宅待機や自宅研修を強制する、集団で無視をし、職場内で孤立させる、職場の親睦会などに特定の労働者を呼ばない、4類型目は、過大な要求、業務上明らかに不要なことや、業務遂行不可能なことの強制、仕事の妨害というふうに類型されています。まあ、具体的な行為といたしましては、
本来の業務に直接関係がない作業を長時間にわたり肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で行わせる、必要な研修などを行わないまま、適用できないレベルの仕事をさせ完了できなかったことに対して激しく叱責する、業務と関係ない私的な雑用を強制的に行わせる、5分類型目、過少な請求、道理に反して能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えないこと、まあ、具体的な例としましては、労働者を退職させる目的で誰でもできるような簡単な業務を行わせる、気に入らない労働者に対して嫌がらせ目的で仕事を与えない、6類型目、個の侵害、私的なことに過度に立ち入ること、まあ、具体的な例としましては、職場以外での継続的な監視や私物の写真撮影、個人情報を本人の同意を得ずに他の労働者に暴露する、有給休暇の取得理由に口を挟み理由次第で却下するという却下まあそう書かれてますよ。まあ何も却下というのはHK 亀井さんだけの専売特許ではございませんので、まあこういった6類型がありまして、それを読んでる途中に、HK さんはスマホをいじいじしているわけなんですけども、書かれてるサイトをあらか見てみました。見てみました。はい。本当？はい。本当は男の子サイトとか見てるみたいな。まあそれはちょっとさておきまして、まあ、なぜこういったことをちょっと私今取り上げたかと言いますと、今武漢ウイルスの影響も受けまして、こういった例えば武漢ウイルスに感染してしまった社員を社員に対しましてのパワハラが行われたっていう、そういった例もあるようですし、武漢ウイルスの影響も受けましての企業経営が厳しくなってしまいますと、まあ、そういった企業の中にはですね、まあ、社員に対しましてのパワハラを行って、まあ、それで退職に追い込むという、まあ、そういった企業も出てきているようなんですよね。まあ、こういったふうに今先ほどですね、6類型というふうに取り上げましたけども、まあ、ここに書かれているものは全てではございません。まあ、先ほどもちょっと読み上げましたように、この他にもパワハラと判断される行為があることを忘れないようにしましょうという、そういったことが書かれております。まあ、実際沖縄でもですね、このパワハラ防止法が施行される前につきましては、まあ、かつて、沖縄県内の大学生が入社したいランキングのトップ10に入ったことのある会社でですね、労働者を退職させる目的で誰でもできるような簡単な業務を行わせたりですとか、あと気に入らない労働者に嫌がらせ目的仕事を与えないという、まあ、そういった実例もありましたからね。で、このパワハラなんですけども、まあ、沖縄県内でも年々増えて、このパワハラについての相談というのが増えてきておりまして、まあ、労働基準監督署もですね、頭を痛めているという、まあ、そういった実情も報道されております。まあ、4月に入って2週間ということでですね、新入社員の方々も徐々に仕事に慣れてきている状況ではあるんですけども、まあ、せっかく何か縁があって入ってきたわけですから、まあ、こういった人たちをですね、退職に追い込んでしまわないようにもですね、パワハラにつきましては、まあ、絶対にしないようにしていただきたいなというふうに思います。まあ、こういったパワハラ防止法なんですけども、まあ、先ほど申し上げましたように中小企業では来年4月1日から正式施行ではあるんですけども、今は努力期間ということで、まあ、周知期間という、そういったことになっております。ただその周知期間の間でもですね、あまりにもひどいケースの場合は、労働基準監督署からですね、勧告があったりですとか、まあ、そういった、まあ、注意を受けたりするっていうこともあります。で、そういった注意を受けたりするとですね、まあ、会社の評判も下げてしまう、自分たちのイメージダウンををですね、やまねいてしまって、首を絞めてしまうという、そういったこともありますので、もう経営者の皆様は本当に気をつけていただきたいなというふうに思いますし、もし自分がパワハラに遭ってしまった場合はですね、毛利の労働相談コーナーに、まあ、相談してみてはいかがでしょうか。で、この放送局があります FM21 があります浦添市なんですけども、浦添市の最寄りの相談コーナーは那覇総合労働相談コーナーという、そういったところであります。まあ、電話番号を申し上げますと 098-868-8008 098-868-8008 という番号になっておりますので、もし自分がパワハラに遭ってしまったという、そういったことがありましたら、遠慮なく相談していただければなというふうに思います。
ところがこの相談センターですね、平日しか相談受け付けてないんですよね。あらら。で、普段仕事をしている方で言いますと、なんかそういった平日に、相談、に行く時間というのがですね、時間が取れないという場合多々あると思いますし、はい、まあ、こういったことになりますと、なかなかちょっと相談しにくいっていう、相談しにくく、まあ、パワハラでどん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 精神的に追い詰められて、もうひどい場合には自殺してしまうという、そういったこともありますから、まあ、こういった相談コーナー、まあ、ぜひともですね、毎週ではないにしましても、せめて月に1回、まあ、日曜日に特別にですね、相談を受け付けるという、まあ、そういったことがあってもいいのではないかなというふうに思います。せっかくパワハラ防止法というですね、まあ、さらにこれまでよりも強化された法律ができた以上ですね、まあ、その法律を十分に活かしていくためには、まあ、私はこういったところもですね、重要ではないかなというふうに思います。まあ、ですので労働相談コーナーにつきましてはですね、平日だけではなくて、毎週では何にしましても、まあ、例えば月に1、2度はですね、まあ、日曜日でも受け付けるという、まあ、そういったことをやってもいいんじゃないかなというふうに思いますが。そうですね。はい。ちなみに HK さん、が知ってる実例というか、パワハラの実例とかって何かありますか？パワハラの実例。まあ、先ほど述べた例に関して、あれは、この自分が見てきた例は、それに何か近いものがあるんじゃないかなっていうのは、何度か聞いたことありますね。ちょっと、ただ、そんなに詳しく聞いてないんで、当てはまるかどうかっていうのはちょっと判断つきかねますけれども、はい、じゃあそのパワハラの現場を見てマンゴー仮面になったっていう、そういったことはないわけですね。ないもうそういった方々もですね、まあ、HK さんにお成敗してもらいたいなというふうに思うんですけども、私まあ、非常に気になったこの中で気になったのはですね、侮辱的な言動もパワハラに当たるという、まあ、そういったことも定められております。で、この侮辱的な言動につきましてはですね、まあ、人によって捉え方は様々じゃないですか、はい、まあ、そういった難しいところもあるんですけども、まあ、例えばなんかまあ、わざと自分の上司がですね、まあ、部下を自分の意に従わせたいからといって、なんかわざと嫌味を言ったりですとか暴言を吐いたり、はい、まあ、そういった方って、私見たことあるんですけども、はいはい、まあ、そういった方もですね、まあ、侮辱的な言動に値するかどうか、まあ、これはちょっと気になるところではございますね。まあ、こういったことになりますと、まあ、裁判で争うとか、そういったケースも出てくるのではないかなというふうに思うんですけども、もうちょっとこの法律もですね、まあ、具体的に、まあ、侮辱的な言動というちょっと曖昧な例ではなくてですね、もうちょっと具体的に書いてもらいたいなという、そういったところもございます。まあ、こういった本来であればですね、こういった法律をいちいち設けなくても、もう一人一人が、みんながですね、働きやすい環境を整えるという、まあ、そういったことを、そういった環境づくりにですね、まあ、経営者は、勤しんでもらいたいなというふうに思うんですけども、はい、こういった、年々パワハラに対する相談が増えているというところを見ますと、まあ、私、こういった法律もですね、必要ではないかなというふうに思いますし、今、先ほど申し上げましたように、武漢ウイルスの影響で、はい、企業ってさらにいつにも増して厳しくなっているという、まあ、そういったところもありますので、こういったパワハラにつきましては、まあ、労働基準監督署もきちっと目を光らせてほしいという、はい、まあ、そういったことも感じました。まあ、沖縄もですね、これちょっと沖縄に特化した話題ではなかったんですけども、まあ、沖縄でも先ほど申し上げましたように、まあ、年々パワハラに対する相談というのが増えてきております。まあ、そういったところを見ましてもですね、もうちょっと玉城デニー知事、まあ、こういったのを労働者を守るためにのですね、まあ、施策を打ち出してもいいんじゃないかなというふうに思うんですけども、半吉ばっかりで、まあ、こういったところにもちょっと関心示さないのかなという、うん、まあ、本当にそういったところがありますので、来年、知事選につきましては来年の予定ではあるんですけども、今から、まあ、こういった働く人たちのですね、働く人たちがもっと働きやすくなるような環境を整える人、まあ、そういった人はどういった人なのかをですね、考えていくということで、まあ、そういったことをですね、きちんと考えている人に、まあ、投票していってもらいたいなというふうに思います。ではちょっと2曲目に行きたいなというふうに思います。まあ、これも森高千里のナンバーからお送りいたします。まあ、ちょっと悩む時に聞くとですね、まあ、心がほんわかする曲であります。私のように。
あ、はい、番組もちょっとあと10分ほど残っておりますので、まあ、最近話題になっている件についてちょっと取り上げたいみたいなというふうに思います。まあ、これはちょっと HK 仮面さんが一番興奮しそうな話題なんですけども。何ですかそれ。愛さん、沖縄日誌御用達のですね、コラムニスト愛さんが、まあ、障害を持ちで、JR を使った時に、まあ、車椅子で JR を利用しようとしたら、なんかはい、エレベーターがないから、まあ、階段で駅員に運ばせろっていうふうに要求したとか、まあ、そういった記事あったじゃないですか。はい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 。まあ、そういった、その件につきましてですね、まあ、ネット上ではかなり、盛り上がっておりまして、まあ、障害者は特権階級なのかという、駅員に対してですね、感謝の気持ちもないのかっていう、そういった声がですね、まあ、かなり多く上がっているんですけども、まあ、実はこの、まあ、障害者に対してですね、まあ、沖縄県内、非常に優しい県なのかどうかっていうふうに言いますと、まあ、私はちょっとそうではないんじゃないかなっていうふうに思います。はい、まあ、何もちょっとまあ、こういったですね、まあ、要求を飲みにしろっていうわけではなくて、先月、3月27日のですね、琉球新報に載っていた記事なんですけども、まあ、こちらの記事で、厚生労働省がですね、まあ、2019年度に障害者が家族や福祉施設、事務所から受けた虐待の数というのを掲載しておりまして、全国では、2202件、虐待がありました。で、うち沖縄県内でですね、あった虐待というのが、64件というふうに、書かれております。これ、人口100万人あたりの件数に直してみますと、もう全国は17件程度に対しまして、沖縄県は、まあ、44件になるんですね。すなわち全国平均のですね、まあ、2.5 倍、障害者虐待がですね、起きた件数、人口あたりに直しますと、沖縄県は、2.5 倍、全国平均 2.5 倍にも上がるんですね。まあ、こういったところを見ますと、まあ、これだけ、沖縄県内ではですね、まあ、障害者虐待っていうのが多いのかなというふうに思い知らされますし、まあ、この記事、琉球新報では人暮らしという記事になところに載って掲載されておりまして、まあ、23面に出ていたんですけども、かなり小さい、記事になっておりました。まあ、この記事の大きさ、例えて言いますと、不織布マスクの1枚分、これぐらいの面積しか書かれてないんですよね。で、その後、私、その関係の記事、またですね、まあ、追加で出てきてないかなというふうに注意深く見ていたんですけども、まあ、そういった記事というのは、まあ、ついにぞ見当たらなかったという、そういったところがありました。はい、で、この愛さん、今回ですね、ネットで話題になりました愛さん、実は前にもですね、まあ、こういったふうに、まあ、障害者を、という立場を利用してですね、まあ、健常者に対して非常に無礼な行為を働いているっていう、はい、ことがネット上に紹介されておりまして、まあ、これもちょっと HK さんかなりお好きなネタではないかなと。というか、まあ、調べたんですけどね、はい、この人もなんか今回話題になるきっかけっていうのがこの人のツイッターでの発言じゃないですか。はい、で、このツイッターができるってことはツイッターもできるしブログも使ってる。で、ブログの内容を見たらなんかわざわざその行った先の駅の構内図まで載せてると、はい、で、駅の構内図見たらエレベーターがなくて階段しかない駅だ。で、ちょっとその図にはなかったんですけど、この駅は無人駅だった、まあ駅員さんがいないところですね、そういう駅だった、まあ無人駅だったかどうか、無人駅かどうかっていうのはこの図面から分かりにくいんですけど、エレベーターの有無っていうのは図面から見て分かるはずなのに、なんで自分が車椅子なのにわざわざそこを行ったんだろうと。で、その駅行く前の熱海駅でもその駅員さんからタクシー使われたらどうですかってそういう提案とかもされてるけれども、ご本人がそれを突っぱねてると。
まあ、熱海といったら私も熱海行ったことあるんですけども、まあ、HK さんが非常に気に入りそうなお店、ちょめちょめなお店があったんですけども、そこに行ったんでしょうかね。さあ、その辺は分からない。熱海は昔新幹線で通過しただけですけどね、私は。はい、ちょっと悪ふざけここまでしまして、まあ、結構この方は過去にもですね、なんか健常者に対しまして非常にひどいことをしておりまして、まあ、ブログとかでも駅のエレベーターを中学生高校生が当たり前のように使っているというふうに書いておりまして、まあ、中学生高校生がエレベーター使っちゃいけないのかなというふうに思いますし、あと、おしゃれな店が地下2階にあるとはありえない、車椅子で行けるところに移転してとか、これって、これは言葉が出ないですね。あと、まあ、某コーヒーチェーン店にですね、はい、そこのドリンクが全部嫌いだから、なんか、マイドリンクを持ってってるっていう。あ、マイタンブラー。タンブラー、ええ。持ってってそこで飲むという。まあ。で、普通お店の中って、そのお店で注文したものしか飲んだり食べたりできないはずなのに。まあ、飲食店だと大体、外から持ち込まないでって、はい、どの飲食店でも言ってることじゃないですか。うん。うん。そのコーヒーチェーンに限らず、そうやって言ってるんですけどね。うん、まあ、中には、その、大手のコーヒーチェーンだと、その、タンブラーを売って、お店の中でどうぞ使ってくださいってやってるところもまあありますけどね。はい。まあ、あと、JK のヘルパーが作ったカレーが美味しくないとか文句言って、JK、HK じゃなくて JK なんですけどね。で、なんかケチャップとか何かが入れてないとか。カレーにケチャップって入れます？まあ、人の味の好みはまあ様々ですけれども、この作った女子高生とかってボランティアですかね。ボランティアで来てる、作ってくれた人にもし言ってるんだとしたら、ちょっとドン引きしちゃいますね。いや、ボランティアかどうか分かりませんけども、はい、まあ、いずれにしてもちょっとこれはちょっとひどいなっていう。せっかく作ってくれた人に、もしケチャップを入れてほしいっていうふうに言うんだったら、作る前に行った方がいいんじゃないかと思ったんですけどね。そう、そのカレーにケチャップっていう件も、その JR に車椅子の対応してっていう件も、あらかじめ前もって言っとけば、まあ、それなりにやり取りがあって、気持ちいい、お互い気持ちよく過ごせたと思うんですよね。この駅だって事前に言っておけば、じゃあどこどこの駅で降りて、そこからは介護タクシーで移動しましょうとか、この人を その階段だけの駅を使うのは、なんでじゃあその駅に行ったかっていうと、旅行っていうふうに聞いてるんですけれども、旅行って普通移動も気持ちよく過ごせたらいいなって誰もが考えるじゃないですか。なのに、旅行なのにわざわざ こんな不便な、自分にとって不便な駅行くなんてどうだろうと。その対応を受けた時に、新聞社に電話したって言うけど、そうやって不満な自分が被害者になった、だから新聞社呼ぶって、それがね、狙いだったのかなって。まあ、新聞社が読んで、それ実際記事になったんですかね、わかんないんですけど。まあ、そんな記事よりもですね、私この先ほど紹介しました3月27日付の有給新報のような記事、まあ、厚生労働省が昨年度に受けた、昨年度に、障害者が家族や福祉施設などの職員から受けた、まあ、虐待の件についてもっと詳しく報じるべきだと思いますよ。そうですよね、社民党さんとかが特に頑張るっていうか、そういう得意分野じゃないかなとは思うんですけどね。まあ、まあ、障害者のケアにつきましてはですね、これはちょっと左ですとか右とか、あと政党問わずに
政党問わずですねしっかり取り組んでもらいたいなというふうに思います。まあ障害ってですね、はい、まあ、いつ誰がなってもおかしくないというそういった側面もありますので、はいはい、まあ、政党とかそういったと保守とか革新とかですそういったところを乗り越えてですねもう障害を持っている方が障害を持っている方でもですね、まあ、気持ちよく過ごせるようなそういった環境を整えていくべきだと思いますね。まあ、そういった意味では今回この愛さんのことをまあ、あだこだ批判する人たちはあだこだあすみません、愛さんのことをですね擁護する人たちは、まあ、この障害者虐待先ほど新聞記事で紹介します障害者虐待の件についてもっともっと声を上げていくべきだというふうに思います。もっともっと声を上げるべきだって言ってもその愛さんのことばっかり持ち上げて、はい、ちょっと話が長くなりそうなのでもうちょっと終わりの時間近づいてきちゃっておりますのでですねまあ、今日はちょっとこの辺で締めたいなというふうに思います。まあ、ちょっと私、なかなかちょっと慣れないちょっとメインということでですねお聞き苦しい点もあったかなというふうに思いますけども、まあ、その点は HK さんに免じてご用意していただければ幸いでございます。それでは来週もですね、木曜日の22時から放送いたします。ぜひ来週もお聞きいただければ幸いでございます。それでは本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。